追ってかけ追ってかけ。ただ一緒に買い物行くだけなのにそんなに嬉しいの？うん、だってねねちゃんとだもん。え？練習とかでほとんど毎日一緒にいるし、別に特別なことなんてないと思うけど。そんなことないよ。ねねちゃんとはワンダーステージでたくさんお話しするけど、ほとんどはショーのことでしょ。でも遊びに行くときは服とかご飯とかショー以外のこともいっぱい話せるもん。だから一緒にお出かけするたびにもっともっと仲良しになれる気がするんだ。そうなんだ。じゃあ今日もいっぱいいろんな話しないとね。